4月4日エンターブレイン編集スタジオ、作業に追われる編集者を映す1台のカメラ。あ、いた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 、出てきた。君さ、はい、格闘技好きだったよね。好きじゃないですよ、全く。わけのわからないことを言われ戸惑う AD 秋山。宇野香織って知ってる？知ってますよ、アフタヌーンティーの店員じゃないですか。何？アフタヌーンの。あ、知ってる、はい、詳しいね。詳しい。宇野香織やっつけてきてよ。意味がわかんないじゃないですか。意味がわからず困惑する秋山に対してディレクターから一言。4日後にさ、はい、大会あるんだ。そうなんです。実はカプコンとクレイブが放つ何でもありのガチンコ格闘ゲーム、アルティメットファイティングチャンピオンシップ2タップアウトの発売を記念して編集部対抗大会が行われるんです。ちなみに大会のルールは、自分のエディットキャラクターを作成し、エディットキャラクター同士で対戦を行い、トーナメント形式で優勝者を決めるというもの。ゲームですよね。何UFC のゲームです。ゲーム、ゲーム。はい、わかりました。自信はありますか？いや、やったことがないです。というわけで急遽大会への参加が決定してしまった秋山だが、一度も UFC をやったことがないこの男、与えられた時間はわずか4日間。果たしてどこまで強くなれるのか。早速 UFC2 の練習を開始する秋山。意味が分かんない。おい、難しいですよこれ。毎日仕事が終わった後に時間を作り練習に励む。そして大会前日となる日曜日、練習は深夜にまで及んだ。そんな中出来上がったエディットキャラクターがこちら、レーガン秋山。見た目からは想像できないような華麗な技の数々を備えるプロレスラー。そして大会当日を迎えた。会場となる話術研修会の道場へやってきた秋山。早速会場内へ。すでに各編集部の猛者たちの熱気にあふれかえる会場。緊張のためか落ち着きがなくなってくる秋山。そんな中ついに大会が始まる。進めさせていただきます。チーム選手立ち上がりました。他の選手の試合を真剣に見つめる秋山。意気込みを聞いてみると、馬乗りになってたら秘策があるんで。秘策。何やら自信ありげな回答が。実は練習の間に大会に向け秘策を編み出していた秋山。まず秘策その1、ドロップキック。ドロップキックで相手を威嚇。続いて秘策その2、レーガン大回転。ド派手な技で観客を沸かす。秘策その3、ジャイアントスイング。これぞレーガン秋山のフィニッシュ技。果たして3つの秘策はどこまで通用するのか。試合が進み、いよいよ秋山の試合に。この人が秋山の対戦相手、談話が編集部のウィリー・ウィリアムス。準備ができました。ウィリー・ウィリアムス選手とレーガン・秋山選手です。さあ試合が始まりました。まずは出足を伺う両者。おっと、ここでレーガン大回転を試みる秋山、しかし抜けられてしまった。お互い一進一退の攻防が続いています。秋山強引にマウントへ。チャンスか。
ここで1ラウンド目終了。さあ2ラウンド目、いきなり秘策ドロップキック炸裂だが失敗。この失敗から防戦一方のレーガン、なんとか投げて切り返す。しかしもう後がない秋山、一発食らえば KO という状況に。だが驚異の粘りを見せ、そして最後の秘策を出すか。しかしこれも失敗。これで集中力が切れたのか、そのままノックアウト負け。レーガン秋山1回戦敗退。ここで強いエディットキャラクターを作成するための UFC2 お役立ち情報を教えるぞ。数あるファイトスタイルでおすすめはズバリキックボクシング。出来上がった選手を持つ XYXP という連携に注目。これはキックボクサーだけが持つ連携で、一発目が当たれば4発連続ヒット、うまく当たれば3セットで相手を KO 可能な UFC2 最強のコンビネーションだ。その後も大会は進み、優勝者が決定。こうして編集部対抗 UFC2 大会は幕を下ろした。秋山の4日間はここに終了した。